ご主人様、何かご用ですか？ここの掃除はもうすぐ終わります。ご主人様、ご用件は？それでは掃除を続けさせていただきます。ご主人様、何かご用ですか？そうですか。ご用の際にはいつでもお呼びください。
おはようございます。はい、ただいまお持ちします。病人、おはよう。コーヒー、眠気覚ましにいつもよりちょっと濃いめに入れておいたよ。これ？うん、昨日の夜、宿題で遅くなっちゃったから。病人、まだ？いえ、まだ予定に十分間に合う計算です。行ってきます。数学の宿題だったんだけどね。三角関数でね、三角形 ABC において A プラス B 対 B プラス C 対C プラス A イコール4対5対6の時、各 B のコサインの値を求めなさいって問題なんだけど、その問題の解法は、せめてヒントだけでも教えてほしいな。ご主人様、右後方にお気をつけください。隙あり。行こうよ。どっちも和風だから合同関係だよね。問題なんだけど、ゆずちゃん、わかる？それはね、そんなことないわよ。2年生なんだから、1年生の問題はわかるよね。教えてほしいんだけど、ダメ？そうね。問題集の後ろに載ってる答えを書き写しちゃったら？あ、ケイスケ君、実はこういう問題なんだけど。ありがとう、ケスケ君。あとは自分で頑張ってみるね。わからないよ。
行く前にそっちの教室に行こうと思って急いでたの。はい、これ。開けてみて。調理実習だったの。ケイスケ君も食べる？授業中、味見したばっかりでお腹がいっぱいなの。二人とも変なこと言うとお弁当を取り上げちゃうよ。ご主人様、いらっしゃいますか？失礼いたします。ご主人様にお客様です。はい、花宮さんとおっしゃる方ですが。あ、やっぱり正解だったんだ。やっと君の正体が分かっちゃったから。これこの著者の森崎和彦ってお父さんでしょ。森崎って聞いた時からなんか引っかかるなってずっと考えてたのよね。さっ
器本屋でこれを買ってもしかしたらって思ったの。塩路町にロボット研究施設はいくつかあるけど、森崎の名前がついてるのはここだけでしょ。だから間違いないかなって。ところでこの間言ってた家にいるお手伝いロボットって、やっぱり森崎博士が開発したものなの？もしかして試験運用中の新型だったりする？わかりやすいな森崎くん。心配しなくても貸してほしいなんて言わないわよ。でも一度でいいから見てみたいな。さすがに夕方前で忙しいと思うから、後日改めて来ていいかな。明日はどう？土曜日だけど。よし決定。ごめんね急に押しかけちゃって。じゃ楽しみにしてるからね。もう一つ隠し味があるんだ。